モディリアーニ原楽四重相談のメンバー。左上からフィリップ・ベルナール、ロイ・クリオ、ロラン・マルフェング、フランソ・ワキエフェル。モディリアーニ原楽四重相談は2003年にパリで結成されたフランスの原楽カルテットである。パリ国立高等音楽舞踊学校に在校していた4人の学生により2003年に結成された。4人は同コンセルバトワールで、 イザイエ弦楽四重相談に指示した。結成当初のメンバーは次の通りであった。2016年9月に第一バイオリンのフィリップ・ベルナールが抜けた。代わりにフランス放送フィルハーモニー管弦楽団のスーパーソリストであったアモリー・コエトーが第一バイオリンとして2016年12月1日に加入した。2004年にプロ弦楽四重相談のバールター・レーヴィンとクルターグ。 ジェルジュのマスタークラスを受講した。また、同年にアイントホーフェ編で開催されたフリッツ・フィリップス国際弦楽四重奏コンクールで入賞した。2005年にはベルリン芸術大学に招かれアルテミス弦楽四重奏団と共同制作を行った。また、同年にフィレンツェのビットリオ・リンボッティコンクールで入賞した。2006年には ニューヨークのヤングコンサートアーティストオーディションズで優勝した。モディリアーニ原楽四重奏団は2005年9月に作曲家のカロル・ベファオカ・コムサークルを作った。2008年11月にはアカデミー・シャルル・クロスがモディリアーニ原楽四重奏団によるハイドンの原楽四重奏曲集の録音に対してディスクグランプリ賞を授与した。この録音は その他にもクラシック音楽専門雑誌を含む様々な媒体でレビューが寄せられている。2009年には批評家協会から新人賞を受賞した。2008年9月にモディリアーニ原楽四重相談は19世紀のバイオリン製作者ジャンバティスト・ビュイオームが製作した4丁のエヴァンジェリストを用いて演奏を行った。これは ラスイスグローバルアーティスティックファンデーションが用意したものである。現在はジョバンニ・バティスタ・グアダニーにアレサンドロ・ガリアーノ、アントニオ・マリアーニ、マテオ・ゴフリラーを使用している。2014年、モディリアーニ原楽四重奏団は、エビアン音楽祭の芸術監督に就任することが決まった。同音楽祭は1976年にアントワヌ・リブーにより創設され、 長らくムスティスラフ・ロストロポービッチが芸術監督を知っていたが2001年頃に中止になった。13年の中断を経てエビアンリゾートとモディリアーニ原学始終相談との共同式のもと新しい時代を刻むこととなった。2016年から2017年にかけてのシーズンでは日本、韓国、アメリカでも演奏を行った。この時、アメリカでは カーネギーホールを貸し切りにした。日本では2016年9月22日、23日の日程で王子ホールで、チューマンの3曲の弦楽四重奏曲と、ピアノ四重奏曲、ピアノ五重奏曲を演奏した。ありがとうございます。